2月からメイズ新メンバーとして入りましたニーナです。このグループが解散が決まって、そこでちょうどメイズさんの募集が始まっていて、もうすぐ募集の期間が終わりそうだったんですよ。だからもう募集 しとかなきゃやばいと思って、すぐ前のプロデューサーに相談して、メイズさんのとこ募集したいですって言ったら、あ、いいよってすぐ OK 出たんで、プロデューサー越しに連絡してもらって、メイズさんにプロデューサー連れてメイズさんのとこに話を聞きに行きました。一緒に以上前から曲とかメンバーの方は知ってて、私が前のグループにいる時から対バンしたいって言ってて、メイズさんの初対バンを最初にさせてもらいました。メイズさん以外興味なくて、他のグループだったら活動するか、活動してなかったかもしれないです。多分ですね、なんか解散も急だったので、できるだけ長くやりたいと思ってたので、もっと活動はしたいと思って音楽ので決まった瞬間に知ってたんで、もともと解散前から募集してるのは、じゃあメイズさん入りたいと思って、そうです、ニーナちゃんの第一印象は、SNS とかですごいメイズが好きって言ってくれてるっていうことは知っていて、その対バンする機会があった時にすごいお話ししてみたいなって思ってたんですけど、なかなか他のメンバーさんとは挨拶したりちょっと喋ったりはあったけど、ニーナちゃんとはその時喋れなくて、そのままあんまりご一緒する機会もなくて、SNS とかお客さん捨てですごいメイズが好きって言ってくれてる子がいるんだなっていう印象でした。ニーナちゃんの第一印象はすごいクールな子かなって思ってました。実際喋ってみるとよく笑うし、よく喋るし、結構元気いっぱいな、なんか明るい女の子でした。辛いことはなかったんですけど、本当に覚えるのが苦手で、ダンスも歌も歌詞とか、でも全部メンバーがつきっきりでレッスンとかも長時間一緒に入ってくれてやってくれたんで、大変だったけど楽しかったです。覚えるのに、みんなやっぱギャップがすごいです。可愛いです、裏がライブだとやっぱかっこいいんで。2週間ぐらいしかまだスタジオ一緒に入ってないんですけど、とても努力家で、あと一緒にレコーディングに付き添った時にすごく声が綺麗だったなっていう印象だったので、これからメイズに特徴的で綺麗なニーナちゃんの声が加わると思うとすごく楽しみです。ニーナちゃんが入ってから今までの雰囲気とやっぱ結構変わって、すごいちょっとだけメイズが明るくなったような感じがします。
ぱりかっこいい音楽が大好きで入りたいと思ったので、メイズさんに自分なりのできることを増やして、メイズとしてかっこよくもっと好きな音楽ができたら嬉しいんですけど、かっこいいとこと対バンはもっとやりたいです。バンドとかアイドルさんでもどっちでも、やったことない人ともやりたいし、ワンマンもどんどん大きいとこでできたら嬉しいです。とにかくライブを見てほしいです。でもライブに来てくれれば結構印象も変わるし、好きな曲とか一瞬でできると思うんで、聴いたことない人でもマジでライブに来てほしいです。新メンバーとして加入させてもらったんですけど、まだまだできないことも多いので、これから成長していくので見守っていてほしいです。よろしくお願いします。